Hey! おはようございます。Good morning! ご機嫌いかがでございましょうか。今日あなたに送るバイブルからの言葉、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。なんと私たちを愛を持って励ましてくれる言葉でしょうか。私たちに祈ることの大切さを聖書は語っています。私たちは誘惑に陥りやすい一人一人です。そういう意味では信仰の目を開いて誘惑に負けないものとして目を覚まして祈ることの大切さを聖書は私たちに励ましの言葉として与えてくれています。ジーゼスご自身もいろんな忙しい働きのただ中、一人になり山に沈かれて祈られたと聖書は語っています。また十字架を前にしてゲッセマネの園では血の汗を流しながらこの杯を取り去ってください、でも私の思いではなくあなたの思いがなされますようにとジーゼスは祈られました。ジーゼスご自身もすごいストレスを体験しながら、また誘惑との戦いを体験しながら自分の神から離れる思いではなくて神ご自身の思いがなされるようにと、無限な神が有限な私たちの体を持ってこの地上に来た時に私たちが体験する誘惑に遭いました。でもそれを聖霊を通して主の御声を通して、すなわち御言葉を通して主の栄光を表すものとしてその誘惑試練を乗り越えてあの十字架の勝利へと導かれました。あの十字架の死と復活の御業はあのゲッセマネの園の血の汗を流して祈るジーゼスの祈りがなければ復活の勝利もなかったのかなと考えさせられます。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんな時にも感謝しなさい、そういうような言葉がありますが、感謝すること喜ぶこと、その秘訣は祈りにあるんだよと私たちに語りかけているのかもしれません。ぜひ今日祈れる方がいる、祈りを聞いてくださる方がいる、言葉にならないうめきの祈りでさえ神は分かってくださるとあります。ぜひこの方により頼んで、この方に祈って、この方を賛美して、今日も主の奇跡をあなたを通して見る人になりますように。 Have a good day.